シトロエンフランス本社でマーケティング部長を務めるアルノー・ベローニさんが来日した。シトロエンは今後フルラインナップ化を進め、これは日本も同様だという。そこでこの戦略等について話を聞いた。2018年、シトロエンはグローバルで100万台を販売し、5年連続で成長している。そのうち 80% 強がヨーロッパ市場だ。一方、南米、特にブラジル等に C4 カクタスを投入し、好調であるという。シトロエン SA マーケティング部長のアルノー・ベローニさんは、グローバルでは非常に良い成績と評価。アジア、特に日本においても、2019年は4000台を目指し、過去最高の実績と強調する。ただし、唯一課題があるとすれば、中国市場だとベローニさん。そこは気になるところなので、これから力を入れていきたいという。欧州や日本市場での成功事例を踏まえ、その成功要因を中国にもそのまま当てはめると述べた。シトロエン C5 エアクロス。日本市場は高評価とはいえ、その台数は4000台と規模的には大きくはない。ベルノさんは、確かに数字だけを見ると少ないと感じるかもしれないとしながらも、非常に価値ある数字だという。その理由は、日本のユーザーは洗練されており、またデリケート。市場は非常に数多くのメーカーがある自動車大国だと、そのバックボーンを話した上で、その市場で戦うのは決して簡単ではない。しかし、我々はそこで成長し続けることができたことに意味があり、この数字につながっていると説明。そして、こうしたお客様の要求レベルが高い市場で成長したことは、どこの国でも成功できるというジェフにつながる。したがって、過去数年発展し続けているということ自体に意味があるとした。では、なぜ成功できたのか。ベローニさんは、新鮮さをキープし続けたことと述べる。過去、日本を含めてグローバルで新車を出した後、モデル末期までそのまま出しっぱなしだった。その傾向をなくし、限定車も含めて必ず新しいものを市場に出していくようにした。これが日本市場ではかなり大きく影響したのではないかと分析する。日本市場の特徴について、ベローニさんは、非常に要求レベルが高い市場、技術やデザインに対してはもとより、サービスのクオリティに関しても要求は高いという。そこで、シトロエンとしては ADAS が数多く装備されていることをアピールするほか、デザインに関してもスタイリッシュであることのほかに、アイデンティティがはっきりしている。また、大胆さや個性が際立っていることを訴求していく。そして、より強調したい点として、フランスブランドを挙げる。フランスという国に日本は好意を持ってくれていることが多いので、そこを強調していきたいとした。その他、サービスクオリティに関しても、セールスマンを採点できるアドバイザー制を取り入れて、より力を入れていると述べた。シトロエンベルランゴ。日本市場には2020年にベルランゴが正式導入され、さまざまなボディタイプが揃うことになる。日本市場においてはフルラインナップ化を目指し、1年に1モデルは確実に導入していくとコメント。また、フルラインナップに向けて足りないボディタイプとしてセダンを挙げ、今後コンパクト系のセダンと大きめのセダンを出していくと明言した。一方、 PSA 内でのブランドの差別化は現在しっかりできているとし、プレミアムは浮上で、競合は VW やボルボ。DS はラグジュアリーなのでアウディ、シトロエンはポピュラーでメインストリート。欧州ではヒュンダイやセアとスコダがライバルになると位置づける。
その市場の中でそれぞれ際立ったブランドにしていきたいと話した。ヒストリックシトロエン、シトロエンは2019年で100周年を迎えた。つまりそれだけ多くの車が生産され、ヒストリックシトロエンも数多く存在し、そのユーザーも多い。そういったユーザーに対してシトロエンとして何らかのフォローは考えているのだろうか。答えはイエスとベローニさん。そういったユーザーの方々も大切にしていくことは非常に重要だとした上で、今があるのは過去のおかげ。未来を作るのも過去のおかげ。必ず過去に立ち返って今後の活動を続けていくことに何の変更もないという。その一例としてベローニさんは、シトロエンオリジンズというバーチャルミュージアムや、シトロエンジェネレーションズというショートフィルムを日本向けにも作っている。また、オーナー向けの様々なイベントも開催しているので、決して軽視はしていないと述べる。しかし、パーツ供給等のメンテナンスに関しては苦慮している面もある。これは日本だけでなく、本国でも大きな問題として上がっているとベローニさん。現在検討中だが、シトロエンブランドとしてではなく、シトロエンブランドに関係している独立団体で、アバンチュール・プジョー、プジョー歴史館に属したヒストリックカーを大切にする団体企業があり、そこが古いパーツなどの供給に力を入れている。そこと協力し合いながら発展していきたいとし、これは、日本ユーザーに対しても同様の対応を考えていると語った。